怖そうだな、これ。これ絶対カプサイシンエキスでしょ。あー、絶対そうだ。 Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubb, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go run it back. どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、というわけで今回ですね、沖縄県那覇市にあります、ラーメン屋さん、新都ラーメンさんにやってみました。こちらですね、豚骨醤油のスープのベースにですね、さまざまな、ラーメンが楽しめるということで今回やっていくんですけれども、辛い、ラーメンがあるということで、今回ですね、こちらの辛新都ラーメンというものにちょっと挑戦していきたいかなと思います。で、まあなんかこうちょっと、元々ね、ちょっと辛いんですけれども、スタッフさんに言うとですね、もうちょっと辛くしたいよと、もうちょっと辛くしたい、汗かきたいよというふうにですね、スタッフさんに、お声掛けいただければ、なんかね、セリフで辛さを足せるということで、今日沖縄初日なんでね、もうさっきちょっと空港着いたばっかなんで、ちょっと初日なんで死なない程度に、激辛を、たしなんでいきたいかなと思います。はい、それは楽しみです。しばし待ちましょう。来ました、こちらが辛新都ラーメンということで、ああもういかにも、もうスープ真っ赤かで、いかにも辛そうなラーメンですけれども、はい、じゃあ冷めのうちに早速いただきましょう。いただきます。さあ、辛新都ラーメン、お手並み拝見ですよ。めんそうで、はい、さあ沖縄初日、さあ勢いよくすすっていきましょう。いただきます。まずスープからいきましょうか。これなんか左からこれ激辛ソースで、激辛高菜、そしてニンニクということで、これちょっと後で足していきます。ちょっとまずスープね、いきます。こんなもんか。油断してると喉に突き刺さる感じですけど、美味しい。じゃあちょっと麺いきましょうか。はい、いただきます。どんなもんかいと。うん、あ、美味しい、美味しい、うま辛い。ちょっと危険な辛さですね、ちょっと。これちょっと分厚いチャーシュー、チャーシュー分厚いね。はい、がっつりいきます、これ。このチャーシューは脂身が少なくて、お腹にこうドテッとこうずっしりこなくて美味しいですね。食べやすい。この状態だと辛さレベル7とか 7.5 ぐらい、3分の1ほど食べ終えたところ、これいきましょう。おい辛タイムということで、これね、激辛高菜に、ちょっと激辛ソース怖そうだな、これ。これ絶対カプサイシンエキスでしょ。絶対そうだ。あ、これカプサイシンエキスだ。はい、これ。韓国産の。もう何回もこれ食べてきたけど。絶対そうだ、これやばい。これね、これ数滴入れてあげるだけでやばいやつ。最初の一口はちょっと甘く感じるんだけど、その後にとんでもないこう刺激がガッとこう来るんで、ちょっとあんまり入れすぎると死んじゃうんで、はい、まあちょっとまず、ニンニクとこちらいろいろ入れていきましょう。最新、これはちょっとの量だけでも
この粘土がやばいでしょ。このやりでしょ。これだけでも十分辛いよ。ちょっと多いからこのカプサイシンエキス入ったこの、よし、辛しんとラーメンいきましょう。いきます。オアシス。最新エキスとんでもない。はい。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。新都ラーメンさんの辛新都ラーメン辛さレベル、じゃらららじゃん、辛さレベル勝ちでーす。おめでとうございます。はい、これちょっとカプサイシンエキスを入れる前は、まあ7とか 7.5 ぐらいなんですけど、まあこれ入れた後だとやっぱりこうね8とかぐらいになりますね。もうまあ今回ねこれセルフスタイルだったんで死なない程度にこうまあ言えますけれども、これね、まあ、あんまり入れすぎるとね本当に終わった後とかこうお腹痛くなったりとか、そうなので、まあ、本当に適量がおすすめです。はい、まあ、ちょっと、ね、適量入れる分には普通に美味しくて、いいんでね、ちょっとの量で辛みが出るんで、まあそう、本来のこのラーメンのねこの旨味というものを失わずにね少量で辛みが出せるので、このカプサイシンエキスはそういうところがいいと思います。お前サウナ入ってきたんじゃねえかと言わんばかりね、もう汗ダクダクでございます。はい、まあ、チャーシューはねこう脂身少なくて、非常にね、お腹に溜まりにくく あっさりした感じで食べやすかったんです。今日からもう沖縄の動画順次公開していきますんで、ぜひぜひ、お楽しみくださいということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がいければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ゲクアブログ、ツイッターとも更新しますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。メンソーレ。